はい、皆さん、こんにちは。ワネルグルフジです。This is a police. 続きをプレイしていきましょう。9日目ということになりますね。まず、例によって朝刊一面からチェックしていきましょう。視聴者、黒人職員なし、市長は偶然とコメント。これは、警察署の方にも黒人を全員解雇しろって通達が来たものの、それを無視しましたよね。視聴者の方は黒人の職員はいないっていうことは多分解雇したんでしょう。まあ、ロジャーズ市長は、そもそも人権問題なんて存在しないってね、前発言してたのが朝刊に載ってましたけどね。それとシアブルーム、フリーバーグ、検事総長に再選出ということですかね。あとはビジネス界重鎮ら街の未来へ出資表明ということです。では、今日も元気に出勤していきましょう。前回はね、精神病院というか精神テストを受けて終わったんで楽でしたけども、僕も人間ドックを受けなきゃいけない年齢についになってしまって、今年から人間ドックなんですよね。人間ドック行った日は胃カメラ飲んだりいろいろあるんで、仕事は休もうかなと思ってるんですよね。午前中人間ドック行って午後は休みみたいなね。友人たちから動物保護施設で手伝いが必要なので来てほしいと頼まれました。人手不足なんです。休暇を取ってもいいですか？いいよ。有給休暇を使ってくれ。友人が交差点で、衝突事故を起こしました。パニックを起こしているようなので様子を見に行ってもいいですか？これ様子を見に行くのと仕事を休むの全然違うからな。疲れすぎてフラフラです。今日は帰ってもいいですか？いいよ。ストバルはね、ご覧の通り、体力ゲージがもう2個しか残ってないですからね。で、誰に袖章を与えるかだけど、ストロングだな。じゃあ、いつものカントリーソングを聴いていきましょう。他にどんな音楽もあるのか。近々新しくストアに入る時ありましたからね。音楽のコレクションもしていくか。さあ、朝の7時から元気に働きましょうということで、フェミニストのデモ。数ヶ月前にフリーバーグに発足した非公認のフェミニスト団体が今日初めての抗議活動を行っている。把握している限り、この団体は海外からの支援を受けており、視聴者での重要な地位に女性をつかせることを目標に掲げている。デモは過激化する恐れがあるため、こちらからも威圧して権力のありかを明らかにしておく必要がある。拳棒と催涙ガス、必要であれば銃器の使用も許可する。威嚇とはどういうものか見せつけてやろう。銃器の使用も許可するんだ。結構過激に弾圧しますね。じゃあ早速フェミニストのデモに行きましょう。約50人の女性が公園に集まって、私たち女性に権力を与えようと叫んでいるって言ってますけどね。どうなんだろうな。この女性50人程度だったら銃器の必要なんてないと思うんだけど。あとはここに4人も警官を出すと残り3人しか残らないっていう不安しかない。ってなると、サマリーを送って残りの事件は1人で裁ける優秀な人材を残そう。で、マーティン・ステッド。ジャック、厄介なことになった。フリーバーグの主任警察官は女性なんだが、どうやらフェミニスト支持者らしい。これは気をつけないと深刻な法的問題が発生しかねない。安全策をとって証拠を捏造し、まあ、偽造し、起訴された時に備えておかねば。アルアスがサマディにとって不利な証拠としては、君のところの警官が女性が嫌いで今すぐ顔が血だらけになるまで殴ってやりたいって発言している留守電をでっち上げておこう。もう一つは、フェミニストの団体の存在はマフィアにとって商売の邪魔なので、マフィアがデモの鎮圧を要求しているという内容の手紙をでっち上げよう。応じなければ家族に危険が及ぶという脅迫の文言も入れておく。いやー、どうしようかな。1万5000って俺の持ち金全部なくなるじゃん。やだよ、そんなの。却下だ、却下。どうやって生活しろって言うんだ。
で、精神テストの結果来てるんでちょっと見ましょう。君の精神状態はとてもいいが、ストレスレベルが少々気になる。ベートーベンの音楽には神経をリラックスさせる作用があることが研究でも分かっている。この機会にぜひ聴いてみるといい。おお、ベートーベンね、ちょっと家のストックに入れましょう。リアルな家の方にもね。で、あとは視聴者の方のレッドマスク。おお、期限は明日だか。いやー、これ厳しいなー。で、人質事件ですね。スワットチームはいないんだよ今。法律事務所。不満を持った顧客が法律事務所に銃を持って押し入った。数人の従業員を人質にとって共同経営者との対話を要求した。やつら、悪徳弁護士は俺を騙したんだ。全財産を吸い取られてしまった。それでも俺の息子は刑務所送りにさせられたんだぞ。いやー、これはね、人員は避けないよ。人員は避けないけど、凶悪事件なんで2人出すしかないよな。スワットチーム送れないし、あと捜査の状況も確認したいけどな。でも無理やり鎮圧する必要はないよ。だって女性50人でしょ。盗品のやつだけど、どうしようかな。これ順番入れ替えるとかそういうレベルじゃないからな。わかんないよね。まあ普通に考えたら、鍵を開けて入って隠し場所に行くっていうのが一つだよね。もう一つは普通に部屋に入って隠し物を取って鍵をかけて出る。ただどれも違うと。いやー難しいな。さらに何だろう、警察官を投入するか。ここはビーズリーを新たに投入するか。これアームストロングが良くなかったよな。もっと優秀な警官を投入するべきだったかなっていう気もするけどな。こっちの殺人事件ってなんだっけ。あ、こっちも行き詰まってんのが。こっちの殺人事件にもじゃあちょっと人員を投入するか。刑事を投入しましょう。ロジツキーを投入するしかないな。ちょっと捜査員の体制を強化してしっかりとさばいてもらおう。さて、サンドからの依頼ですね。ジャック、今日の12時40分にルビノビッチカジノでちょっとした用事がある。札の邪魔が入らないようにしてくれ。8000ドルか、つまり80万。12時40分ね。放火事件、若い女性が映画の上映中に映画館に火をつけておぞ。これはモーザしか今いないのか。なんか後手後手に回ってるな。ちょっとこれは刑事を補充させてもらおう。視聴者に行って、あと1日か。刑事を補充しないとまずいことになるな。で、人質事件の報告です。お、捕まえたか。さすが我が署の精鋭2人を送っただけの会話あるな。パーチとパーチジュニアってこれ何？親子もしかして。パーチとパーチジュニア、これはルビノビッチカジノの事件ですね。いや、警官を送るのはやめよう。これはサンドから80万もらいたいですからね。マジか、パーチとパーチジュニアって親子だな、あの顔立ち。
で、放火事件ですね。事件はジム・シャームシュの「ストレージャン・ザン・パラダイス」の上映中に起こった。スクリーンが破損しパニックになった乗客が軽傷を負ったものの、重傷者は1人も出なかったと。案内係、真っ赤な髪の若い女性が上映開始後に来てチケットを買いました。普段は上映開始後にチケットは売らないんですが、とても丁寧にお願いされたので、手にボトルを持っていたので、きっとジュースだろうと思いました。若くて綺麗な女性が危険なものを持ってくるなんて思いませんからね、と。お、若くて綺麗な女性か。確かに若くて綺麗な女性はみんないい人だからな。さて、デビッド・マッケイ、映画館の客。僕は一番後ろに座ってました。映画が始まって数分経った頃に誰かが入ってきて、ドアを強く閉める音がしました。これが多分若い女性ですよね。ジム・シャームシュの映画に集中している時に邪魔されてムカついたので、何か言おうかとも思ったんです。でもその時炎が見えて、火のついたボトルがスクリーンに投げ込まれたんです。速攻だね。入ってきて速攻。スクリーンが燃え始めた時は何かの見せ物かと思ったよ。だってあのジム・シャームシュで監督はちょっとイカれてるんだろう。おー。アームストロング。アームストロングでうちの刑事にもいましたよね。火に気づいてすぐに出口を探したんだけど、その時にあの女の姿を見たんだ。あの赤毛のバカ者だよ。すぐに走っていなくなったから何もできなかったけどね。赤い髪の女であることは間違いないですね。ちょっと所長のところでも行ってみるか。警察学校、タレコミ屋。タレコミ屋を雇うとかちょっとやっとってみる？タレコミ屋。まあ、そうだな。ここはグッドウィンにしよう、グッドウィン。で、あとはゲームセンターで、ボイド所長、当店は今日スーパーマグダレーヌ3という新しいスロットマシンを導入します。実は前回新しいマシンを入れた時に子供たちに速攻で壊されてしまったんです。なので今回は子供客を見張るために職員を2人ほどこちらに派遣してくれませんか。ゲームセンターに子供を見張るために職員を派遣するかな、普通。まあでも、バーチ親子を派遣しとこう、ここは。使い物にならないバーチ親子だったら問題ないだろう。で、せっかくなんで、副署長に警察学校の、ちょっと、誰か受けさせましょうよ。ここはね、そうだなー、ガードナーかな。ガードナーにもう一皮向けてもらいたい。か、警察学校だったら、こいつだな。刑事だな、刑事。刑事の能力をちょっと高めてもらわなきゃいけないからね。とりあえずこれでいいでしょう。で、クリストファーからの、サンドからの80万。ありがたや、80万。これはね、まあ逃がしましたからね。で、犯人に逃げられて市民が死んでいる。警官を送らなかったからだな。で、聖ヨハネ病院ですね。受付で不審が胃にあったと、妊娠中に若い女性から通報があった。その医師は挙動不審で、彼女はすでに妊娠5ヶ月なのに中絶を進めてきたらしい。涙を流しながら彼女を話した。その医師は1万ドル払えば寄生生物から自分の身を守ることができると言ったのよ。なんかイカれたやつだな。事情聴取した方がいいな、これは確かに。そしたら、ストロングに、俺の犬、グッドウィンを派遣しましょう。迷惑行為。どんな行為だ？専業主婦のタカラモンテスは隣人について頻繁に警察に相談していた。その隣人は絶えず騒ぎを起こして大喧嘩し、近隣住民との話し合いに全く応じないのだという。大きな音と叫び声を聞いたタカラモンテスは、
今日も再び警察に通報してきた。彼女によるとその家には6、7名が暮らしているらしい。ほう、不定の輩が集まってるわけだな。じゃあ早速精鋭を送っていきましょう。あとサマディも置くとか、サマディもねもうちょっと頑張れば平均値に達するんで、能力が。お、サマディ送れなかった。まあいいだろう。で、聖ヨハネ病院ですね。これは中絶を進めてきたっていう挙動不審な産婦人科医の話だな。医師が警察を見ると外科用メスを手にして力強く叫んだ。来いよ、この薄汚れた世界からお前たちの魂を解放してやるぞ。テーザー銃ってなんだろう、ちょっとわかんないけど、まあとりあえず医師を取り押さえましょう。こんな変なやつは取り押さえるに越したことはない。市長から電話だ。今日の市長はでもあれですね、全身白ずくめじゃないですね。ジャック、君は町のために尽くすと誓ってたはずだ。その約束を守れないならこちらの約束も守れないと思ってくれ。あそこ鎮圧した方が良かったの。じゃあたかだか50人でしょ。でも、ゲームセンターですね。楽しい仕事でしたよ。そうだよね。ない、ゲームで子供たちを子電パンにつけてやりましたって。お前らもゲームやったのか、このパーチ親子は。んで20万円くれんの、これで。この仕事で20万円ってすげえちょろい仕事だな。お、こんな時間にサンドイッグからヘルプ要請か。ふう、ジャック、これから大量の酒を運び込むところなんだが、噂によると今回の新しい取引相手は手強そうなんだ。あー、俺の犬グッドウィンが今いないんだよな。かとはいえ精鋭を送っときたいしな。ここはガードナーとサマディを送るか。金をいくらくれるかだな。あとはで、次の週はもうすぐにでもね、すぐにでも刑事を追加したいですからね。さて、思ったよりも深刻だということなんで、ちょっとこの頼りないですが、バーチ親子を派遣しましょう。新たに、もうこれで職員がいなくなった。スンデヌサ・デストロングとグトゥインが戻ってきたか。こんな時間だけどまだレイプ事件が起きんのか。トゥルーカラーホテル、隣の部屋から聞こえてくる女性の叫び声に不安を感じているとホテルの従業員から連絡があった。レイプされているような声に聞こえたとのこと。年配の女性は怯えながら話した。これマジなレイプなのか。ホテルに入ったんだろう。でもホテルに入った時点でレイプって起きえるんだろうか。ここはストロングとグトゥインのコンビに行かせるか。ホテルに入った時点でレイプはないと思うんだけどな。さあ、放火事件の報告が入ってますね。逃げられたか。やっぱりバーチ親子では話にならないな。捜査を開始しましょう。まずはスクリーンに対して炎を投げたと。ほう。で、逃走したと。この順番でいいんじゃないの？いや、順番で言うと、チケットを買って火をつけてっていう、こういう順番だろう。これでどうだ？これでハマったんじゃないか？ハマったけど何も起きないのか。ちょっとまだ証拠が足りないのかな。まずは始まりました。女性が中に入っていきます。火をつけます。閉じ込めます。火は燃えます。合ってる気するんだけどな。で、あとは盗品の授受。新しい写真を3枚入手か。よし、これでまたちょっと変わってくるぞ。中に人がいるな。
なんかこじ開けてる。ほう。ってことは、まず開けてるよね。こじ開ける必要ないもんね。で、これで、こうだ。どうだ。はまらないか。これでどうだ。はまったー。よし。早速、派遣しましょう。アームストロングが今いないのか。いや、アームストロングがいるな。となると、ガードナーとサマディを派遣して、なんとか2人いてよかった。2人いないとね、出動させられないですからね。主任刑事がいないとダメか。となると、ホテルの方か。2階にある部屋の玄関ドアが半開きになっていて、そこから大柄の男が泣いている女性の首を掴んでいるのが見える。男は女性の顔を殴って叫んだ。黙れ、クソ女。金を払っただろう。なるほど。お金を払ったってことは売春だな。男に銃口を向けましょう、僕は。女性は何とか逃げることができたが、売春斡旋業者がその男に飛びかかり、新たな喧嘩が勃発したと。仲裁に入るか。男は売春斡旋業者を突き飛ばし、突然窓から飛び出した。男を追跡しましょう。よし、捕まえたな。よくやった。で、問題は捜査の方だ。おお、勤務が終了しちゃった。いやー、残念だったな。なんとかね、レッドマスク一味の一人を捕まえられそうだったんですが。げっ！ストバルが辞めるだと？休暇を与えたじゃないか。再生のストバルが辞めるのか。きついこと言うな。はい。というわけで、9日目プレイをしました。いかがでしたでしょうか。新たに犬を1人雇ったんですけどね。どんな働きをしてくれるか楽しみですね。というわけで、この続きは次回プレイをしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。